雨か。その調子だ、ローチ。塔の最上階か。いや、探し物は見つかったか。おかげさまで。調子はどう？よく眠れた？そのノートをどうするつもりだ？決まってるわ。非業の死を遂げた研究者の後を継いで研究を完成させるの。アレクサンダーはカトリオナ病の研究をしてたの。記録から治療法を見つけるかワクチンでも作れればと思って。ああ、奉仕の精神からの行動というわけか。完全に利己的な目的よ。権力者はそうした治療法にいくらでもお金を出すわ。例えばラドビットが私と女魔術師会の過去の関わりを水に流すくらいの金額をね。ラドビットは遺恨を忘れないし許さない男だ。特に女魔術師に関してはな。私は例外。そうする理由がある。彼の求めるものを提供できるのだから。本心ではそう思ってないだろう。あなただっていつかイエネファーの尻に敷かれない日が来ると信じてるんでしょ。大差ないわ。研究のことを話しにラドビットに会いに行くわ。止めても無駄よ。死にたいのかキーラ。クイーンに縛り付けられ火炙りにされて大衆への見せしめにされるだけだ。ちょっと黙って私を見て。わかる？不潔なシラミよ。フォルテスト王の相談役で女魔術師会の一員のこのキーラメッツがシラミに食われてるの。あなたがどう思うと私はこんな沼地もうあと一日だっていたくない。フォンターを超えるつもりよ。遅かれ早かれラドビットの兵が私を捕らえるわ。わかる？私にはそれしかないの。直接交渉する以外に道はないの。もう一つ道がある。ケイアモルヘンへ行け。そこなら安全なの？ランバートを怒らせない限りはな。エムヒルの手もラドビッドの手も届かない。贅沢はできないが少なくとも綺麗なベッドはある。国境の遥か先でしょ。ずいぶん遠いわね。でもハヤブサ山脈に着くまで森の中を通っていけば気づかれずに進めるか。そうするわ。あなたの誘いはいつだって断れないわね。女の望みを見抜いて扱うのがうまいんだから。まあな。さてもう行くが、ノートはこっちに渡してもらおう。ああもう分かったわ。持って行って。
さよなら、ゲラルト。いいえ、またね。